アメリカウォールストリートジャーナルは12日、情報筋の話として、中国当局はアメリカとの通商協議担当トップの劉鶴副首相を交代し、新たに胡春華副首相の起用を検討していると報道しました。一方、同日、中国の習近平国家主席が河南省で視察した際、胡春華氏が同伴したことで、習氏と劉氏の信頼関係にひびが入ったとの憶測が広まりました。劉鶴氏は今まで習近平氏が各地を視察したとき、常に同伴しました。中国政府系メディアの報道では、4月末、習氏が広西チュアン族自治区と海南省を訪れた際、劉氏が習氏の横にいた様子を確認できました。しかし、国営新華社通信の今月12日の報道では、習氏が河南省南陽市を訪問したとき、習氏と同行した複数の中央政府高官の中に、胡春華氏の姿はありましたが、劉鶴氏はいませんでした。劉鶴氏は、習氏の側近中の側近と見られています。習氏からの厚い信頼を受ける劉氏は、中国代表団の団長として、アメリカトランプ前政権との通商協議に臨みました。アメリカ通商代表部 USTR のライトハイザー前代表との交渉も任せられました。一方、胡春華氏は2023年に任期が切れる李克強首相の有力な後任候補の一人と見られます。しかし最近、習、劉両氏の関係にひびが入ったとの見方が広がっています。中国ポータルサイトワンイーはこのほど、劉氏が13年前に執筆した評論記事を掲載しました。記事の元タイトルは、中国経済の30年と将来の長期問題でしたが、ワンイーに掲載されたタイトルは、文化大革命への反省がなければ、今の中国経済成長は不可能だ、に変わりました。この記事は最近、文化大革命を肯定的に再評価している習近平氏を暗に批判したとの見方が広まっています。中国共産党は党成立100周年を祝うため、4月に中国共産党刊誌2021年版を発行しました。新バージョンは旧バージョンにあった文化大革命に対して、毛沢東が最大の責任を負うなど、毛沢東を批判する内容を削除しました。代わって、毛沢東が資本主義復活の危険性を警戒して文化大革命を起こしたなどと擁護しました。中国人学者の呉祖来氏は、アメリカラジオフリーアジアの取材に対して、劉鶴氏の父親が文化大革命の時、吊るし上げられ、迫害を受けて死亡した。文化大革命の評価をめぐって今、習氏と劉氏の意見が対立した可能性はある、と述べました。呉氏は現在、共産党内において、習近平氏が信頼できる人は少ないと指摘しました。共産主義青年団、共青団派の胡春華氏をやむを得ず起用するのではないか、との見方を示しました。呉氏は、胡春華氏が今まで文化大革命を公に批判しなかったことも、習近平氏に起用される理由の一つだとしました。
中国商務部の広報報道官は13日、アメリカウォールストリートジャーナルの報道について事実ではないと述べ、劉鶴氏の交代はないとしました。台湾中華経済及び金融協会の蘇市長副事務局長は、来年70歳の劉鶴氏はそろそろ政界から引退する。彼が米中通商協議の中国側の責任者から退任する可能性がないとは言えないとラジオフリーアジアに語りました。蘇氏は経済学者でアメリカに広い人脈網を持つ劉鶴氏と比べて、胡春華氏は比較的若いが、外交や貿易に携わった経験が少なく、アメリカでの人脈も広くない。長い間 USTR で中国問題を担当していたバイデン政権のキャサリン・タイ現通商代表との間で行う今後の交渉で、胡氏が対応できるかは不明だと指摘しました。皆さん、大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか？大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけて、どなたでも無料でご利用いただけます。登録は簡単。この動画の概要欄のリンクを押していただき、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してください。そうしましたら、ご自身のメールアプリを開いていただき、エポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択ください。メール下方に記載されている URL を押し、ログインボタンを押してください。再度メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。Thank you.